今回は線路沿いの家の、設計者であります M デザインスタジオさんのところにお邪魔しています。で、今回設計していただいた宮崎さんです。宮崎さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。この線路沿いの家については個人の方の家なので中を見させていただくことが難しいというところでこちらの方にお邪魔させていただいて写真を見ながら説明していただきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。私たちが設計させていただいた、線路沿いの家の、解説をしたいと思います。よろしくお願いいたします。まず最初におせっ様からご依頼いただき、現地を見たときに、この景色が私たちの目に飛び込んできて、これはとてもいい景色だ、そしてこの景色を生かした建築を作りたいと私たちは直感的に思いました。しかしおせっ様のお話を伺っていくうちに、実はすごく夏場の日差しが暑くて、とても大変だというお話を聞きました。ただ美しいだけではなくて、非常にそういった環境の兼ね合いもあるんだなということを痛感しまして、この景色をうまく切り取れないかということを私たちは最初に考えました。で、実際この写真は基礎工事に入る前の写真にはなるんですけども、もう現場の前がこういった風景になっていますね。で、これが、土間のコンクリートを打った段階の写真ではあるんですけども、本当に天気がいい時は穏やかな空気が流れているような、風景ですね、はい。で、おせっ様の要望の中で、2世帯のご家族にはなるんですけども、旦那様がどちらかというと、和モダンのような雰囲気が好きで、奥様が色のお仕事をされてましたので、カラーコーディネートとかそういったところの意識が非常に高いご夫婦で、でお父様お母様はとても地元に根ざしたといいますか、畑仕事したりとかそういった生活をされているようなご家族でした。で、こちらの建築の条件としましては、実はこの反対側に線路があるんですけども、新幹線の拡張のお話があり、でそこで立ち退きという形で、同じ敷地に少し位置をずらして建て替えるっていうような、条件になってました。で、これが反対側を向いた景色です。で、立ち家の写真にはなるんですけども、骨組みが組み上がっていく、姿にはなってるんですけども、実は後ろの方に山々が見えてると思うんですけども、この辺り一帯が天山山地といいますか、天山をから連なる山々が見えてはいるんですけども、奥の方がですね、手前の方にはまた別の地元の山が見えたりはしてるんですけども、できるだけこの風景に逆らわないような建築が作れないかと私たちは考えて、で一番ここで考えたのがこの屋根の勾配ですね。屋根の勾配をできるだけ緩やかにすることで、山の稜線に逆らわないような、形状を模索しつつ、私たちは構築していったっていう形になります。で、これが、もうほぼ仕上がった状態にはなるんですけども、この外壁の色が黒くなっているのは向こうに見える山々と同じような色合いにならないかということで、黒い色を採用しています。で、実は素材はガルバリウムっていう金属板の、鋼板にはなるんですけども、やはりこの日差しが強いとか、耐久性のことを考えてここはガルバリウムを採用しています。で、手前に見えている開口部といいますか、開口部の部分が実は部屋の中から見ると切り取られ、景色を切り取られたような効果をもたらすといいますか、額縁効果といいますか、普段見慣れた景色を額縁で切り取ることで非常に豊かな、景色に見えないかということを、考えました。先ほども夏の日差しが暑すぎてとても大変だっていうお話と、もう普段の見てる景色なので、もう見慣れてて
特に感動もないようなお話もされてたんですけど、私たちにとっては非常に敷地見た時の先ほどの景色が とても感動的だったので、改めて、切り取ることでさらに、お施主さんにとって、普段見慣れた景色が良くならないかなということで、額縁を作るような形にしておりますですね。これも山々が後ろに見えて、もう晴れの日は本当にこうとても和む風景というか、そういった形で、できたんじゃないかという私たちは思っていますですね。でこれが配置計画の図面になるんですけども、これは上から、見た絵にはなるんですが、要は正面部分の、中庭空間を作っておりまして、実は屋根は開口しています。ここなんで屋根を開口したかというと、やはり風の抜けだったりとか、まあ、日差しは強いけども全部カットするわけはいかないので、まあ、季節に応じて光を取り入れる、夏場はカットしつつ冬場は入れるっていうような、そういった効果ももたらしていますですね。でこれが、実際の断面図になるんですけども、実は設計の過程で一番大事にしたのは高さ関係で、とにかく低くを、まあ、2階建てにはなるんですけども、できるだけ低く抑えて山のボリュームに逆らわないような建築があの風景にはいいんじゃないかということで、非常にここはギリギリまで、計画をしました。で実は実際、中2階のような、アプローチといいますか渡り廊下があるんですけども、ここをさらに低くすることで、全体の高さ関係が低く抑えられているっていうような工夫になっています。で実際ここは中庭のところを切り取ったところで、上の部分が開口になってますので、ここから光と風が抜けていく、入ってくるっていうような形になっています。でやっぱりこの断面計画で何が見えるかっていうと、もちろん高さ関係もそうなんですけども、建築の全体のプロポーションが見えるんですよね。プロポーションというのは本当に非常に大事な部分で、それがそのままやっぱり街の風景になっていきますので、私たちはとても慎重にそこは考えるように考えています。縦横の比率だったりとか、高さ関係だったりとか、勾配の美しさだったりとか、そういったところはお施主様からオーダーがあるわけではないんですが、まあ、プロとしてそこは必ず考えていくっていうところですね。まあ、風景の一部になるっていう責任も含めて、そういったところは慎重に考えていくところだと私たちは考えています。でこれが、模型の完成模型のちょっとムービーなんですが、ぐるっと回っていくと玄関、正面の玄関の方に行くようになっていま す、ね、なので、まあ正面玄関から見たところと横から見たプロポーションというのはまた違うんですけども、そこが非常にこの建築の面白い部分かなって私たちは考えています。で上から覗いてみると、こうやってくり抜かれているので、光と風が取り入れたり遮ったりで、西側は西日が強いので格子を作ることで、光をコントロールしています。だけど風が抜けるという効果がここにはありますですね。でこれが実際もうちょっと寄ってみたところではあるんですけども、これはガルバリウムの中でも縦ハゼっていうような、吹き方にはなるんですけども、屋根も同じような吹き方になってますので、同じ職人さんで外壁も屋根も作れるという、そういった工程のことも考えた上で、材料を採用しています。ガルバリウムを採用しています。これが正面部分ですね。先ほどの模型とまあほぼ同じような形になっていると思うんですけども、ルーバーが見えてたりとか、中には部分があって切り取られている部分があったりとか、そういった形になっています。で玄関に関して言いますと、木製の建具を作ることで、実はガルバリウムにはないやはり温かさって言いますか、木を使うことで非常に和むと言いますか、味わい深い建築になっているんじゃないかと私たちも考えています。で左側に見えるのは線路ですね。これは今拡張の途中なので防音壁などがまだない状態なんですが、もう本当にこういう南側には川があって北側には線路があるというような、本当に特殊な敷地環境なんですよね。これは
ですね。でここが中庭を正面から見た部分ですね。まあ、ダイナミックな空間にはなっていると思うんですけども、ここの空間を、作ることで非常に中庭がまあ曖昧な空間になってまして、外なのか中なのかわからないような感じではあるんですが、いろんな使い方があって、ここでバーベキューしたりとか、ちょっとお茶をしたりとか、ご近所さんとお話ししたりとか、まあ、今コロナ禍ですけどもですね、オープンエアっていうのがかなり、見直されている部分もあって、部屋の中ではない外でもない、なんとなくそういった本当に換気でいうと本当にいい空間になってくると思うんですが、これからの建築としてはこういった空間とかを取り入れることが非常に大事じゃないかと私たちも考えています。でこれが反対向かったところですね。向こう側が西日になりますので、西日を遮りつつ風を通すという形ですね。で奥に見えている古い建物が実は立ち退き前の、ご自宅になります。この家を解体して線路拡張になってこっちの方に引っ越しするというような、流れになっています。でこれが玄関部分ですね。で玄関部分に大きな屋根をかけることで、まあ、雨の日もなるべく濡れずに玄関に入っていけるというところで、まあ、昔ながらの日本の建築にはやっぱ雨が多い日本なので、屋根がとても上手に使われているんじゃないかということで、そういったところは取り入れて、しております。まあ、見た目とてもモダンな形はしているとは思うんですが、実は昔ながらの日本の建築とかの良さとかを少しずつ取り入れながら私たちは構築しています。でここが玄関入ったところなんですけども、正面に見えるのが古時計ですね。でこれがもともとの家の方でずっと昔から使われてた古時計を玄関の正面に持ってきて昔の記憶を残しています。でそれだけではなくて、実はこの玄関横のベンチとかまち部分の、木なんですけども、これももともとの家にあった踏み板を解体した時に取ってそれを再利用しています。でベンチを作ったりとかかまちを作ったりすることで昔の、住まいの記憶をこちらにまた引き継いでいるっていう形ですね。ただ単に新しくするだけではなくて、今までの、まあ、家族の一部であるような建築の一部をさらに次の世代の家に引き継いでいくっていうような、循環のようなことも私たちは考えています。でここが玄関横の和室ですね。和室の部分も落ち着いた空間にするために藍色の、まあ、紙和紙のクロスなんですが、和紙のクロスなどを採用して、まあ、モダンな琉球畳のような、これ実はグレーなんですけども、グレーの琉球畳を採用することで非常に和室なんだけども落ち着いた、落ち着いたといいますか、モダンであり落ち着いた空間になってるんじゃないかと私たちは考えています。で、これが吹き抜け部分の、壁面を見たところではあるんですけども、実際ここに何が見えるかと言いますと、まあ、吹き抜けの高さもそうなんですが、実は断面形状がそのまんまこの吹き抜けの壁に出てます。であえてこの断面形状を強調させるために、この部分だけ周りは白い壁なんですけども、この吹き抜けの壁のところだけグレーの色を入れることで、このよりこの建築の断面形状が分かるような工夫をしています。で、これが奥の方から振り返ったところではあるんですが、今見えているのが階段と、あと渡り廊下の、裏側が見えていると思うんですが、できるだけ低く抑えた渡り廊下の部分と階段があります。ここは木をより見せることで、柔らかな、そして温かな、インテリアになっているんじゃないかと思います。で実はこの黒い部分っていうのはスチールのように見えるんですが、実際は、木で作ってスチールペイントというペイントをすることで実はコントラストを出しているといいますか、木造なんだけどもそういった、素材の違いみたいなのを楽しんでいただくような効果があるのかなと思っています。でこちらがリビングから、まあ先一番最初にお話しした景色を切り取るっていった、部分の、窓にはなるんですが、リビングから見える景色っていうのが本当に、額縁の中に景色が切り取られたような効果になっていると思います。
で、まあ、渡り廊下を非常に低く抑えていることで、リビングとのつながりが非常に近いですね。そういったところも断面形状をじっくり検討した効果が出ているんじゃないかと思っています。で、これが切り取った景色ですね。景色の方がちょっとうっすらとなってますが、もう毎日この景色が、見える。で、まあ、見慣れた景色と言われていたのが、まあ、おせさんの感想を聞くと、やっぱり非常に何か身近なものに感じるようになったということは言っていただいてたので、これは本当に好感があったんだなと、後に、私たちも感じているところです。で、ここがまあダイニングスペースにはなるんですけども、奥が、ご両親の部屋で、手前がご夫婦の部屋で、で2階から子どもたちが降りて、ここに階段で降りてくるっていう感じなんですが、もう本当にダイニングが家の中心にあって、ご家族が集まるスペースという形になっていますので、非常にここは家族団らんのスペースになるので、まあ家の中心といいますか、そういった部分になるのかなと思います。ここもそうですね、はい、でこれが吹き抜けの、上部から、見下ろしたところにはなるんですが、まあ実際子供部屋から出たところにオープンスペースがあるんですけども、多目的に使うスペースからリビングまでの距離が非常に近いので、まあ低く抑えた効果がここにも出てて、家族の距離感っていうのが非常に近いですね。でどこにいても家族の気配を感じるっていう効果があるので、そういったところでいくと、できるだけこう高さを抑えて風景にも貢献してるんだけども、実際使ってみると家族にもすごくいい効果が出てるんじゃないかと私たちは思っています、はい、でここは実際寝室から切り取った窓ですね。ここも本当に額縁の向こうに景色が見えるような、風景なので、絵画のような窓になってるんじゃないかとは思います。やはり私たちが一番最初に見た景色が実際こうやって建築の向こう側に見えることで、本当にこう何でしょう、豊かな暮らしっていうのにつながったんじゃないかなと私たちも考えています。で、最後に私たちが実際設計する中で考えていることで、まあ今の建築ってとても、まあ今の社会といいますか、グローバルな社会だってよく言ってるとは思うんですが、実際は私たちが考える建築っていうのは、その地域ならではのローカルな回答、ローカルなことをいかに考えて、その土地らしい設計をするのが大事じゃないかなと考えています。でグローバルといっても、結局世界に、まあ、同じ建築がいくつもあっても、それは魅力にはつながらずに、その地元の良さっていうのは、例えば地域の材料を使うとか、地域のものを取り入れるとか、そういったことが実は街並みにすごく貢献してて、昔ながらの日本建築でもやってきたことでもあるんでしょうが、非常にそういった考えの方がこれからは大事じゃないかっていうふうに考えています。で、まあ、今は風景とか地域とかそういったお話はしましたが、一番大事なのはやはり依頼をいただいたお施主様のご要望の中で、どういった暮らしを考えられていて、どういった暮らしをしたいのかっていうところをどれだけ汲み取れて、それをその風景に落とし込んでいくかっていうところが非常に大事なので、私たちはまあ、いろんなタイプの建築家の方がいらっしゃるとは思うんですが、アーティストとして作品を作っているわけではなくて、あくまでオーダーをいただいて、そこに僕たちが答えを出していく、導き出していくっていうところが私たちの設計者としての仕事だと考えていますので、私たちは非常にそういったお施主さんの気持ちとか、言葉と言葉の間の大事な部分を建築に反映していくことが大事だと考えています。宮崎さん、ありがとうございました。ありがとうございました。なんかその周りに溶け込んだ建物の形と、あと中から見た景色、はい、なんか周りの景色と一体感になっているっていうのが、いいなと思いました。ありがとうございます。で、この線路沿いの家については、YouTube でも動画をアップされているということで、そちらは見ながら、終わりにしたいと思います。
うん。